ディアホライゾンはスクウェアエニックスが展開するメディアミックスプロジェクト。2017年8月24日にスマートフォンゲームのサービスが開始。同年10月よりテレビアニメが放送された。終わりの海の発見により冒険が意味をなさなくなった世界。パトリアという町に住む少年、リアンは父から終わりの海の向こうには親族の第一セレスがあるということを聞き。 セレスに思いを馳せていた。ある日、グルディア帝国の移動要塞がパトリアに現れ、リアンは帝国に追われていた少女、ソフィアと出会う。人生に行き詰まりを感じていた大学生、神木レイジは、ある日妖精から運命のパートナーと結ばれる権利を与えるので、あなたを異世界に転生させると持ちかけられる。異世界で幸せな日々を送るかと思われたが、レイジを待ち受けていたのは、 永遠の幸福をかけたデスゲームだった。しかも、転生したレイジにはヒルデという姉ができており、二人はデスゲームに参加した。本作はプロデューサーである有馬隆行の企画を元にしている。この時点で明確なジャンルは決まっていなかったものの、画面をスワイプして敵を一掃するというシステムがゲームとしての根幹をなしていたほか、プレイヤーキャラクターが背を向けて、 敵を倒すという内容だった。初期の構想がプロジェクトとして指導してから約1ヶ月半後、アリガが草や宮中に骨折したため、開発現場を離れることとなった。アリガは事故から10日ほど経ってから手術をし、3日後に退院した後医師から自宅安静を言い渡され、開発現場に復帰したのはその半月後であった。その間、もう一人のプロデューサーである、 石井良太郎をはじめとする残されたスタッフたちはゲームの開発を進めており、ダンジョンの移動方法などを変更する形で課題の解決を図っていたため、アリガが復帰した時は初期の構想から大きく変わっていた。適をなギターをしていくという仕組みは初期構想の段階からあったが、初期構想ではスキルポイントを振り分けて戦うシステムだったため、スキルの使用に制限があった。 これを改善するため、スキルをカード化するという方法が取られ、その結果、一度負けても再挑戦するときはスキルが使える順番が変わるため、賞賛が出てくるようになった。また、これと関連して、クエストの挑戦にはスタミナを消費するというシステムは採用しなかった。開発初期の段階で、有川石井を通じて、作家の三河ゴーストを紹介されたが、 ストーリーをファンタジーにしたいということ以外は特に決まっていなかった。また、キャラクターのデザインを SD にしようという提案もあったが、石井の好みに合わなかった上、スクウェアイニックスに求められる作風とは異なるため、スクウェアイニックスらしい等身の高いキャラクターデザインが採用された。開発チームは世界観を構築する前に、 夢を見て生きていきたいよねという感情をテーマに据えた。ゲーム版の主人公であるリアンは、あえてそれを全面に表したキャラクターであり、有能だが成長の余地を残したキャラクターとして描かれた。また、ヒロインであるソフィアを引き、超で行くという立ち位置から、空気を読まずに突き進むキャラクターとしても描かれた。イングリッドは冒険者としての先輩として描かれた。一方、ウルフは、 人生の先輩として描かれた。ウルフがイングリッドと絡む際、イングリッドを突っ込み役にしようと三河が考えた結果、ウルフはかっこいいけど情けないおじさんとして設定された。エナはソフィアの成長を描く上で年少者が必要であるという考えから用意された。石井はこれらのキャラクター群を人生やサラリーマンの縮図のようだ。アップバンクとのインタビューの中で述べており、 三河のサラリーマン時代の経験が生きているのではないかとしている。移動集落というアイデアは浮島を舞台とした他のゲームとの区別化を図るために三河が提案した。また死を共有するというアイデアはシナリオライターに起用された三河がメインシナリオの流れを確定した後に石井ら開発スタッフがゲームシステムとして導入し三河がそれに合わせたものである。漫画 君のためにお姉ちゃんがみんな殺してあげるプロジェクトディアホライゾンの主人公であるレイジは他者を信頼しないがゆえに夢破れた人として設定された君のためにお姉ちゃんがみんな殺してあげるプロジェクトディアホライゾンのヒロインヒルでは弟を殺されたことにより人生の目的が復讐に固定された女性として描かれたプレイヤーがガチャを挑戦しやすくするため 結キャラクターの出現確率は6.9%と他のゲームよりも高めに設定されている。それと同時に主人公たちや3や4のキャラクターもうまく育てると強くなるように設定されている。ウェブアニメディアホライゾンは YouTube で配信の短編アニメ。2017年10月から12月まで東京 MXATX にて5分枠のアニメ。 ディアホライゾンとして放送された。ナレーションは、稲田徹が務める。ディアホライゾンは、登場人物たちが被り物を被って、会社で働く様子が描かれている。田中愛美、芹沢優のディアホラジオは、2017年8月6日から10月1日まで、文化放送、A&G リクエストアワーアスミカナの君町、内にて、 日曜12時42分52分頃に放送された番組。パーソナリティはソフィア役の田中恵美トレテ役の芹沢優。ディアホライゾンに関するカテゴリー。ありがとうございます。